日本鹿児島県薩摩仙台市東大正路町、東大工事町は鹿児島県薩摩仙台市の町、旧川内市、東大工事町、郵便番号は895-0075、人口は1106人、世帯数は525世帯、東大工事町の全域で住居表示を実施している。赤色の枠内が東大工事町の区域である。 国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成薩摩仙台市の西部、川内川の下流域に位置している。阿座駅の北方には、中郷、中郷町、南方には、平助町、西方には、原田町、大正路町、東方には、天達町がそれぞれ接している。また、東端部には、川内川が流れており、 反対岸の平助町と結ぶ、薩摩川大志道熊野城高城線の天王橋が、架けられている。浅井駅内は周辺にある、市街地区が拡大されたのに伴って、住宅地として開発された地域である。浅井駅の西端部には必殺オレンジ鉄道が通っており、それにほぼ沿って、九州新幹線の架橋が縦断している。東大工事町という町名は、 大工事町の東に位置していることに由来する。1981年に、大正路町及び中郷町の各一部より、川内市の町、東大工事町として設置された。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。 この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において川内市の町地については現行通りとすると協定されたため名称の変更は行われずに薩摩仙台市の町となった以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である私立小中学校に通う場合 学区は以下の通りとなる。阿佐駅の東端を必殺オレンジ鉄道線、九州新幹線が通っているが地域内には駅はなく、最寄り駅は川内駅もしくは上、川内駅である。ありがとうございます。